はい、こんにちは、星野光です。テルマイの皆さん、ご無沙汰でございます。あとヤフーゲームの皆さんもかな。いやコロナの方がですね、ある程度緩和して、今のうちにね、動けるうちにちょっとね、ね、地元の町の方にお金を落とそうということで、ガンガン外で遊んでおりました。ゲームの方はね、ガンダム系のね、クソゲーをもうネタで遊んでるのと、あとはね、今ね、私もスパイファミリーにね、なんかどっぷりハマってしまいまして、モンストがね、スパイファミリーとイベントやってましたので、コラボやってました。コラボっていうかね、まあ、スパイゲームじ、え?スパイファミリーか。スパイファミリー自体はゲーム出してないんですけど、ね、なんだろう。あれ、なんて言うんですかね、ああいうコラボは。ねえ、キャラクターコラボっていうかね、そっちの方で楽しんでおりました。ほんとね、お風呂沸かすの俺どれぐらいぶり、もう1週間ぐらい放置してたから、ごめんなさいね。引退はしませんので、で本当に気まぐれのいいんですけど、ちゃんとね、入って遊んでますので、お願いします。朝からありがとうございます。ガンガン湯気いただいて。500人ね、ともさんね、これ見たらわかるかな。ねえ、俺こんだけサボってても、ね、500人、左下、これが私のともさんのマックス500なんですけど、一人も切れてませんので、ほんとね、今残ってるね、トモさんにはもう感謝しかありませんので、このゲームが続く限り、固い言葉やめとくか、よろしくお願いいたします。今ね、平日の朝の9時57分です。やっぱこのゲームすごいね。みんなガツガツ動いてるからね。アクティブやな。いや、すごいすごい。このゲームのやっぱりね、人の回転の速さっていうのは、本当すごいと思いますよ。まあ、スマホと連動してるっていうのもあるんですけど、一応ね、ブラゲーっていうくくりで、そうですね、選択すると、人のアクティブさは、まあ私がね、遊んだことがある、知ってるブラゲーの中では、かなりの、ね、上位に入る形の、やっぱり人の回転の速さ、ね、盛り上がり度はあるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあただ特別ね、何か熱くね、対戦するとかね、競い合う、まあそっか、欲しいお風呂あるときは競い合ったりとかするけど、まあね、順位に参加しなかったら基本的にね、なんていうんですか、日々の回転っていうのは本当マイペースでね、のんびりやればいいかなと思うもんすから、あとはやっぱりなんかキャラがやっぱりデザインが可愛いっすよね。他のゲームとかいろいろ遊んでて思うんだけど、ブラゲーのクオリティの中ではやっぱりこのね、イラストとかね、このデザインのね、コーディネーターの方はね、非常にセンスがある方じゃないかなと思いますね。まあそれがなんかね、これだけ人を引きつ、なんか人がついてくる、引きつける、どっちなんだろうね、正しい表現というのは。
引きつける感じかな、引き寄せるっていうのよりもね。新規さんはそんなにガツガツ入ってくるわけじゃないもんね。だから引きつけるっていうのが正しい表現かな。面白いゲームだと思いますよ。でもで、ね、ごめんなさいで、むっちゃ忙しいからね、今日もまだこれからなんか中電とか来たりとかしますので、本当にね、あの2回転ぐらいで去るかもしれませんけど、お願いします。あれ、この子見たことあんな。いや、本当なんか久しぶりにやるともうなんか手首がやられそう。やっぱ過酷やなこのゲーム。楽しいけどね、スマホでやっぱやらんとダメだよね。さすがに配信はね、スマホでやりづらいから。よし、もう目がしょぼしょぼしてくるからね。ねえ、パソコン配信するときはもうパソコンなんですけど。ほんとね、なんだろう、体力のゲージ持ってかれますね。本当に今もう80あったゲージがもう今20ぐらいになりましたね。あ、おママさんもいつもありがとうございます。ほんと私ね、アバで一番好きなのはこの青ママさんのアバ、あ、可愛いなと思ってね、いつも毎回皆さんアバ買えますもんね。ね、青ママさんのアバむちゃくちゃセンスあるなと思ってね、結構お気に入りです。ただコメントの方がたば結構スパルタなもんすから。あれですね、あまり私横着いことすると切られると思いますので、すいません、切らないで温かい目で見守ってください。よろしくお願いします。今ってこのイベントっていつまでですかね。俺これも全然回してないしね。やれよって感じだよねこれ。これも何にもやってねえもな。これいつまで、ここの、あ、もう明後日でおしまいじゃん。ちょっと明日から明日は多少がっつりやりますので、まあその時も配信しますので。よろしくお願いします。ユウさんとかに怒られるね。ユウさんいつもコメントとかなんかね、いろいろとモバゲーの方のメールかとかなんかいろいろいただいてありがとうございます。癒されてます。なんかそろそろこのお風呂のね、猿ネタもなんか新しいのに変えません、運営さん。だんだんね、猿が飽きてきたから、なんかたまにはなんかカピバラとか。なんだろうね、可愛い動物ってお風呂入る。なんか適当に可愛いやつを。また前みたいになんかコラボとかいっぱいあるといいっすね、お風呂とかでもね。スパイファミリーとは難しい、フジゲームさんすいません、スパイゲームじゃねえか。いつも間違える。スパイゲームって映画ありましたよね。スパイファミリーですね。スパイゲームって何でしたっけ、ブラッド・ピットでしたっけ。なんかありましたよね、映画諜報員かなんかのやつ。いつもねそれと言い間違えるんですよ。
スパイファミリーですね。スパイゲームじゃなくて、スパイファミリーとのコラボお願いします。そしたら、イベント中がっつりインしますので、なんかね、なんかそういうコラボ系のなんかお風呂で商品があるとね、このゲーム面白いかなって。前だって昔結構やってましたよね、鬼太郎とも。まあ鬼太郎はね、あの繋がってるからあれですけど、あの X のね、都市とかなんかその辺のコラボとかも、なんか意味不明なコラボとかもやってましたもんね。アニメキャラの方でコラボの、イベントがあると多分ね、みんな盛り上がってね、課金も含めて、上がっていくと思いますから、なんかね、なんかね、やっぱり今流行りって言ったらあれかもしれないけど、今なんかバズってるアニメとかとね、コラボのなんかお風呂とかやっていただけると非常にね、まあコストとかも高いかもしれないですけどね、そこでまた新しいファン層をゲットしていく形でいったら、そんな高いね広告費じゃないかなとは思いますので、ぜひともご検討の方よろしくお願いいたします。ごめんなさい、もうね疲れてなんか頭ぼーっとしてきましたので、すいません、2回転目で、私は今日はおいとましようと思います。あ、これねパソコン版だとこのバグ出ますよね、このお風呂のバグ、表示バグね。これね、トモさんで、このこれうずら、うこっけ、この頭がなんか左右に動くやつ、コリコリ動くやつ、このかぶり物ね、スマホ版は大丈夫なんですけど、パソコン版の方は、そのトモさんのお風呂に入りに行くだけで、トモさんのお風呂がの画面が全部バグりますので、なるべくならこのウコッケーの、かぶり物っていうのはあのしない方がいいです。あ、朝と思えないっしょ、このアクティブさ。今ね、ほとんどあの青湯毛さんばっかりに入れてるんすけど、早い朝からすごいな。まあこんなもんかな。あと2人で1回転目できるね。あとで俺この婚浴お触り浴場あ
あのギャグだと思うんですけど、あのケンさん、ケン777さん、この人のアバも結構好きっすね。なんか横着いんだけどハイビスカス頭にで頭にハイビスカスつけてるという、こういうセンスもなあのアバで好きですのであのでもケンさん結構ねガツガツアクティブにやって、ね、いいお風呂とかも取ってますので、これからも頑張ってください。応援してますので。ライターさんもすごいよね本当にもうね、もう完全に師匠クラスですよ俺なんか本当雑魚っすからね。は、本当早いもんね。いや俺もね昔は早い時代もあったんすよねえ、またね、なんかね、気合が入るようなイベントがあればね、あの頃あの頃を思い出してじゃないけど、あの頃に、戻るっていうかね、やっぱりねずっと連続でね毎回イベントを頑張るっていうのはちょっとね体力的にも無理ですので、ある程度絞ってね、なんか美味しい面白いのがあればね。あ、満員御礼ありがとうございます。じゃあ2回転目いきまーす。あかん、もうなんかすっげえ疲れてきただってこれだけやってももう朝で、俺が今で、配信始めて16分ぐらいだから、朝でも早い方は 4,5 分で回転しますもんね。まあ一発目は遅いんですけどね、沸かし合いができてないから、だんだんね、なんか私のお風呂っていうかね、私のそうだな、この浴場っていうのはエンジンかかるまでむちゃくちゃ時間かかりますからアイドリングね20分必要なあの浴場ですので、ほんとねポンコツだもんすから、なんだろう、アンティークなお風呂だと思ってくださいほんとねエンジンかかるまで20分かかって、かかって、そっからはねまあまあ回転はするんすけど、でもね1回転か 2回転したらそのまま私はどっかに消えていくという本当でマイペースで適当なんですけど、すいません、よろしくね。ライターさん本当早いっしょすごいよ、レベルもすごいもんね。カツさんと本当にね同ランクぐらい、あのスペックがすごいっすね。レベルもうだって600いくもんね、すごいすごい。ただあんまり無理しないでね本当にやられますから手首が。まあスマホだったらいいか、よし、すいません、じゃあそろそろ私は早いですけども、おいとましもしようと思いますので、多分ね明日か明後日ぐらい、イベント最終日前後、そうですね、配信も含めて、どうだろう、30分以上はやろうと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。